話すきよの夜な夜なでナイト。皆さんこんばんは、話すきよでございます。本日は話すきよの夜な夜なでナイト、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日も皆さんと楽しい夜を過ごしてまいりたいと思います。それでは参りましょう。話すきよの夜な夜なでナイト。それでは最初のコーナー参りましょう。お手紙のコーナー。本日もたくさんのお手紙寄せられております。いくつか紹介してまいります。ペンネームキャリーケースさんからのお手紙です。話さん、はじめまして。はじめまして。私、3ヶ月前に別れた彼とまた付き合いたいと思ってるのですが、友達はやめときなよって言ってきます。復縁って悪いことですかね。復縁自体はですね、私はですね、個人的には悪いことだとは全く思いません。はい、まあ結局はですね、こちらキャリーケースさん、あなたがその復縁したい方とどう付き合いたいのか、どうまた向き合ってまいりたいのか、それ次第だと思います。はい、キャリーケースさんとその復縁したい方の、ご関係がですね、どういったご関係なのかというのはですね、私細かいところまでは、よく分かりませんけれども、結局は Going my way でございます。はい、人生楽しんでまいりましょう。それでは次のお手紙参りましょう。ペンネームすき焼き太郎さんからいただきました。話さん、いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。なんかストレスばっかり溜まって疲れちゃいます。旦那に当たってしまう時もあります。話さんは最近何か嫌なことはありましたか？ぜひ教えてください。はあ、私ですね、実はですね、嫌なことあったんです。はい、それもごく最近の話でございます。私ですね、スーパーに買い物に行ったんですね。その時にですね、もう買い物も一通り終わりまして、さあレジに向かうぞと、はい、それでレジに並んでいたんですね。そしたらですね、ある一人のお年寄りの方がですね、何か買い忘れがあったのでしょうね。こうとっとどこかへ行ってしまったんです。しかしながらカートはその場に置いていたんですね。私の目の前にありました。はい、ですからですね、私も何か買い忘れがあったのかなと思って、じゃあ少しだけ待っていようかなと思ったんですけれども、待てど暮らせど帰ってこない。はい、もう全然帰ってこないんですね。はい、もうどうしたものかとちょっと心配してしまったんですけれども、はい、それでですね、もう次の順番に来たんですね。それで私、どうしようかな、どうしようかなと思ってたんですけれども、そしたらですね、そのお年寄りの方、戻ってまいりました。はい、よかったと思って、それでですね、その後どうなったと思います？そのお年寄りの方ですね、そのまま何事もなかったかのようにレジに進んでまいりました。はい、私ですね、少しびっくりしてしまいまして、私
全然構わないんですけれども、もしね、できればすみませんとかごめんなさいとか何かね、何か一言あったらですね、私もなんて言いましょうか、気持ちよくこう送り出していけるはずだったんですけれども、はい、本当に何もございませんでした。はい、会釈でもいいんですよ、あのすいませんとか、何もすいませんもなく、ただこう会釈するだけでも、私全く怒っておりません。はい、せめてすみませんの一言、それもしくは会釈、これ一つでもあったら私ちょっと嫌な思いしなくて済んだかもしれませんね。はい、買い物何か忘れたものがありましたらですね、そのままカートもぜひ持って行ってもらいたいものでございます。はい、はい、そんな嫌なことがありました。それでは本日最後のお手紙です。ペンネーム扇風機さんからいただきました。話さん聞いてください。どうしたんですか。私今すごく好きな人がいます。でも完全に私の片思いなんです。その人のことを考えると辛くなっちゃう時があります。話さんは片思いしたことありますか。いや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 、片思いね、いや扇風機さん辛いですよね。はい、というのもですね、私自身にも片思いの経験ございます。本当にですね、恋は盲目と言いますが、本当にですね、周りが見えなくなってしまうんですね。私の場合本当にこうなってしまいました。はい、本当にこうなってしまいましたので、はい、その分ですね、もう寝ても覚めても、その好きな人のことばかり考えていてですね、仕事も、何も手につかない、食欲はございました。はい、私食べるの好きなんでございます。はい、しかしながらですね、片思い、辛い時はありましたね。はい、やはりですね、その人のことを考えれば考えるほどなんかこう胸がキュッとなってしまう時が、あるんでございますね。はい、扇風機さんもですね、おそらく同じように寝る前ですとか朝起きた時ですとか、胸がですねキュッと、苦しくなってしまう時、あるんじゃないでしょうか。安心してください。はい、私も経験しております。本当にですね、片思い辛い時もございますが、はい、その人のことを、純粋に思っている扇風機さん、とても素敵だと思います。はい、私応援しています。頑張って。続いては本日のポエムの時間でございます。本日のポエム、一体どんなものがあるのでしょうか。ぜひお聞きくださいませ。暖かな誘惑。話好きよ。こんにちは、私です。すっきりとした日差しがにっこりと優しく包み込みます。水色の空を見ると
寝ぼけ眼の月がゆっくりと空に溶け込んでいきます。明日ミニストップでベルギーチョコソフトを買おう。はい、大変名残惜しいのですがお時間となってしまいました。はい、本日の話好きよの夜な夜なでないといかがだったでしょうか。楽しんでいただけたら私とても幸せでございます。はい、お手紙たくさんいただきまして本当にありがとうございます。皆さんからいただいたお手紙はですね、私が一つ一つ大切に読ませていただいております。はい、どれもこれも私の大切な大切なお手紙でございます。はい、本当に皆さんいつも本当にありがとうございます。それでは次回の話すきよのよなよなでナイトでお会いしましょう。はい、それでは皆さん良い眠りを。